ドールと紅の破壊者実況プレイ始めていきたいと思います。さて、こっから探索ですね。中身は空っぽだ。形見を探すんだよね。増加だ。埃をかぶっている。中には何も入っていない。洋服崖があるのか。そういえば塔の本人はどこに行ったんだろうな。お前を置いて。確かにリズ知らないのか。まあでも100年経ってるからな。最初の2年とかで2年以内っつうか1年ぐらいで死んじゃったらもう白骨死体みたいなの残ってんのかな。でもわかりません。私目覚める前のことはあまり覚えていないので。ああ悪い。そうだよな。こいつ優しいな。随分。そのクローゼットどうですか。何かありましたか。いやびっくりするくらい何もないな。じゃあなんでずっといいんだよそこ。中身が丸ごと抜かれているみたいに空っぽだ。どういうことなんだろうな。どっかに逃げたのかな。ご主人も丸ごと。何か見つかりそうか。いえまだ何とも言えません。そうか、気が済むまで探せよ。それまで付き合ってやるから。これずーっとなんか出てきたな。喋り続けてたら埃をかぶったベッドだ。あんまあれなんかな俺が趣味で喋ってたらもうこいつ見つけられねえやつだと思われてアナウンスみたいに出たんかな。様々な本が並んでいる。本は片身に入りません。そうだね、主人が書いたならまだしもね。いやーなんもねえなー。あ、こっちがとかいけんの。うわ物々しいな。便器だ。そんだけか。風呂だいぶくつろげなさそうな風呂だな。まあ、ここを調べんだよな。とりあえず机の上に主人の顔が描かれた絵が飾られている。これは私の、え、なんだろう。旦那様。あれ、どうしたんだエリーズ。何かあったのかな。すいません、就寝前に訪問してしまって。あ、私旦那様にプレゼントしたいものがあるんです。プレゼント。いつもありがとうございます旦那様。こんな私を購入してくれて、優しくしてくれて、一緒に話をしてくれて本当に嬉しかったです。あの絵を描いたんです。旦那様に受け取ってくれるといいんですが。ああ本当にありがとうリズ。これは僕かい。そっくりだな。君は絵が上手なんだね。とても嬉しいよ。えへへ、子供みたいだな。どうにか私のできることで感謝を伝えたくて、喜んでいただいてよかったです。ふふ、君からのプレゼントなんて初めてだね。ありがとう。大切にするよ。ああ、それとね、リーズ、緊張しなくていいよ。普段通りでいてくれないかい。だって僕と君は、何?どういう関係だったんだよ。ああ、これ、私がこの屋敷に来てしばらく経った後に旦那様に送ったものです。額縁に入れてずっと大切にしてくれていたんですね。いい旦那様だな。本当に嬉しい。でも何かが引っかかります。私と旦那様は主人とメイドの関係なのに、どうして私はこんなことを。会話に何か別の関係値が見えるような、いや、だいぶ見えてきてたよ。ダメです。肝心な部分が思い出せません。何か見つかったか。あ、いえ、めぼしいものは何も。すいません。ただ、この絵が見つかりましたが、これは旦那様の形見というより、私が旦那様に送ったものですから、少し性質が違います。こだわってんな。ああ、この絵、お前が描いたのか。あ、そうなんです。なかなかうまいと思いませんか。ああ、よく描けてるな。俺は絵なんか苦手だから、羨ましいよ。そうなんですか。ああ、時々絵を使って説明するときには仲間によく下手くそだとか言われる。俺は一生懸命描いたつもりなんだが、ふふ、それも大切な個性ですよ。ありがとな。じゃあどうする。この部屋にはこれ以外に見つからないみたいだ。本人の部屋だし他にも何か出てくると思ったんだが、空き巣または以前のデストロイヤーにでも取られたか。え、ここ前にもデストロイヤーが来たことがあるんですか。戦時中なら多分な。それじゃあどうして私はその時に狙われなかったんでしょうか。ドールは発信機に反応するんでしょ。エディさんだってもっと早くに私を見つけてもいいはずなのに。ドールは基本的に仮死状態で眠ると発信機には表示されない。あ、やっぱり監視の隙間をくぐってしまうんだ。なるほどね。ドールは人間と同じように眠れるんだよな。変な話だが、まあそれでお前は目覚めた瞬間から発信機に表示された。たまたま俺は近くにいたからな。だからすぐに駆けつけることができたんだよ。なるほど、そういう仕組みなんですね。でも仮死状態って、その仮死状態になるには何か条件があるんですか。普通に眠るだけではダメなんですよね。ああ、それはなんだ。
この宝石が鍵なんだ。お前いちいちあれだな、近いな。近い。前から思っていましたが、エリーさん距離感がおかしくありませんか？そうなんだよね。少し離れてもらえませんか？ああ、悪い、つい癖で。何の癖なの？元ホストなの？それで、この宝石はドールの源なんだ。仕組みはわからないが、ドールはそれを身につけている。間だけ活動することができる。ドールを再起不能にさせるならその宝石を壊せばいい。デストロイヤーはこの宝石を壊し、ドールを再起不能にさせることをドール破壊と呼ぶ。あ、なるほどね。本体をめちゃくちゃにするわけじゃねえんだ。ドール破壊にはその宝石を壊すだけで十分。だけど、ドール自身はその宝石を壊せないんだ。自殺、いや、次回防止か。ドール本人がそれを破壊すると、一定時間空いた後、なぜか元に戻ってしまうみたいで。へえ、じゃあ相手に壊したと思わせて自分で壊せば、生き延びれるってことか。宝石がドールから離れる。その宝石が自身の手で壊されることが仮死状態になる条件だな。へえ。まあこんな具合だ、納得したか。はい、教えてくれてありがとうございます。ってことは、リズが寝てたのは、100年後に目覚めたってことだもんね。どういうことなんだろうね。わかんねえや。私は目覚めた時にはこの宝石を身につけていました。眠ってから目覚めるまで誰も私に近づいていないなら。私が自分の意志で死のうとしたのですか？よくわかりません。それか囚人になんかそういう命令されたかだよね。さて、この部屋の捜索も終わったことだし、他の部屋を調べてみるか、協力するよ。あ、ありがとうございます。だいぶ協力的だな。どこにあるなんて予想はつきませんが、この部屋になくても多分どこかにあるはずです。何を探してんだろう？目星はついてんのかな？ここは旦那様の家ですからね。手当たり次第に探してみましょう。なるほど。エリーと共にこの家を探索しましょう。左上のコンバーセーション。をクリックでいつでもエリーと会話ができます。困ったことがあったら彼に話しかけてみましょう。なるほどね。なんかヒントをくれるってことか、エリーが。よし。ってことは、このエリーが調べてたとこなんだ。中には何も入ってない。本当か。エリーがなんか持ってってるっていう説はないのか？制限時間とかないんだよね、でも。ちょっと一応コンバーセーションやってみるか。まずどっから調べる？1階の端から順番に見ていくか。そうしましょうか。あ、そうなんだ。あー、もうこれしか言わねえんだ。業務的ね、あんた。じゃあ1階の端から行くか。1階の端？あ、ここか。あ、なんか光ってんな。床板は抜け落ちてる。ここ、どうにかして渡れないでしょうか。あ、なんかできるってことか。ここなんだ？あ、倉庫だっけ。増加だ。少し埃をかぶっている。なるほどね。埃かぶりがちだな。食器類がしまわれている。旦那様用のものがありません。本当にあれなんかな。旦那様は自分のものだけ全部持って逃げたってことなのか。それとも旦那様が国の要人かなんかで、重要人物かなんかで、なんか、旦那様の痕跡全部消されたんかな。これかな。アルバート、好きなもの、芋、煮物、魚。旦那様は健康的な食べ物が好きみたいですね。食事はリズが作っていたんだよな。あ、はい、一応私はメイドですから、料理、洗濯、掃除は私の得意分野です。家事ができるってのはいいよな。あ、ほんと、世間話みたいなことするやん。壺だ、中身は空のようだ。そうかい、そうかい、そんだけかい。こっちは？ああ、さっきの部屋か。さっきつか一番最初の部屋か。甲冑が置かれている。夜見ると少し怖いですね。そうだな、人型ってだけでなぜか怖くなるよな。昔の偉い人間もドールに恐れをなしたんだろう。だから世界から彼らをなくすことを選んだのかもな。普通に考えて人間が作った人形が自我を持って動くなんてありえないしな。そうですよね。私が存在していること自体、本当に不思議ですよね。まあ、昔はそれが当たり前だったはずなんだがな。なるほど。そんだけか。増加だ。埃かぶってんな。暖炉だ。中には落ち葉などが溜まっている。そんだけか。ここら辺あんまな、てか、キラキラ光ってるところ以外はあんま探さなくていいのかな、もしかしたら。一応全部見たくなっちゃうんだけどね。まあ、一応こっち側行くか。なんだろう、ここの部屋は。お、なんかあるな。ちょっと、周り調べていい？なんもねえんだ、やっぱ。オッケーオッケー。じゃあ、これは？ここは何もないみたいだな。
そういえばどうして記憶のないものは保護できないのですか？道路の構造を調べるなり文化の保全としてはいろいろ手はあると思うんですが。ああ、それ用にはもう数体所有しているからな。それに生き残りの道路の数は多いんだ。戦争が終わり世間から道路が廃絶されたとしてもまだ表に出ていないだけでどっかに眠っている。それを全員保護するなんて無謀な話だろ。あ、そうですよね。でもお前のことはもう本当は、いや、なんでもない。なんだろう、お前なんなの、道路政策になんか関係してたりすんのかな。めちゃくちゃ大事に思ってくれるな、私のこと。なんとかして渡れんだろうな、何かを探すんだろうな。なるべく、リズの、あ、出ていいの？え、出ていいの？外に。ちょ、一応セーブしとくか、怖いから。絵が和むな。こっちとか行けんだね。なんだろう、これ。さすがに外にはないかもな。中に戻ろうか。そうですね。そういえば、この屋敷、どうしてまだ残っているんでしょう。100年も経ったのなら、とっくに取り壊されていてもおかしくないと思いますが。ああ、ここ山の上の小規模な集落だったみたいだからな。単に手が回らなかったんだと思うぞ。なるほど。って言ってるだけで本当はなんかすごい、あれなのかもね。なんか、組織だったりしたのかもね。山奥を拠点にしてる。そっちは敷地外だぞ。外に主人の形見があると思うのか。ないと思います。すいません。あ、逃げようとしたと思われたのか。なるほどね。逃げようとしたと思われてんのかな。信用されてねえんかな、まだ。あ、一応ここ見とくか。マーガレット邸、マーガレット。アルベルトじゃなくて、アルバートだっけ。じゃあ、他、あ、ここも調べれんだ、一応。裏口。あ、ここ入れる場所あったんだ。面白。なんか、最終的にこいつらから逃げるときに裏口使ったりすんのかな、これ。一応、じゃあ、あんまヒント見たくないんだけど、エリーさん、ここを渡りたいんですけど、どうしましょうか？ん？ああ、それなら俺に任せろ。ちょっと失礼。え？投げんの？うわ、お前、王子様かよ。これでどうだ？エリーさん、レディの体を許可なく触るのはどうかと思います。う、ああ、悪いな。なんだ、このやりとり。あ、いや、でも、おかげでこちらに渡ることができました。ありがとうございます。どういたしまして。あいつ、なんでもできんな。なんだ、ここ。目当てのものは見つからない。中には工具が入ってる。そうか。他は何もねえんだな。このキラキラ光ってるやつだけでいいのかな。メモがあります。何でしょう。アルベルトズバースデイエイプリル21って書いてあるな。4月21日生まれってことか。これ暗号だな、なんかの。4月21ね。覚えた。じゃあ向こう側にも渡らせてくれよ。あ、最高かよ、お前。お、なんだ。ここなんかあんのか。私と旦那様の写真。これは持っていた方がいいかもな。形見にはなるだろう。う、あ、写真があるのは嬉しいんですが、形見としてはもっとこう旦那様の所有物というか手紙とか小物とかアイテム的なものが良くて。アイテム的な？わがままか。すいません。でもあるはずなんですよ、きっと。写真を入手した。なんかあれなんだろうね。インプットされてんだろうね。もしもこういう状況になったら何かを探すみたいなインプットされてんのかもな。ベッドの下に何かあるようだ。おい、リズ、何か出てきたぞ。あ、え、これは私の宝箱ですね。私の？鍵がかかっているのは開けてみるか。うん。でもそれは必要ないと思います。何があったとしてもそれは私のものでしょうから。旦那様のものが見つかるわけではないので。なるほど。だがお前の記憶を取り戻す手助けにはなるだろう。何かを思い出すかもしれない。お前の記憶も先ほどから多少なりとも戻ってきているようだし、どうせならあった方がいいだろう。形見の捜索ついでにお前の記憶も探してみないか。わ、いいこと言うね。そうですね、ついでに。そしたら俺がお前を破壊する理由も。え？いや、なんでもない。じゃあ鍵を探そうか。この南京錠を開けるには暗証番号が必要みたいだな。え？壊して開けないんですか？扉みたいに足や手でバキッと。いや、お前できるが、それをやったら中身ごと壊れるぞ。俺のナイフじゃ南京錠も壊せそうにないしな。そうですか。あ、まあ、あ、絶対そうじゃん。421だっけ。はい。やったね、開きました。中には何が入ってるんだ。これは、宝石？これ、見覚えがあります。そうだ、これ、旦那様がつけていた。え、これ、もしかして旦那様の？どうしてこんなところに。
いや待て、おかしくないか、よく確認しろ。あ、すいません、これ違います。裏に私の名前が彫られています。そうだ、これは旦那様にいただいてお揃いで買ってもらったんでしたね。え、あ、本当だ、つけてるわ、左胸に。リズ、リズ、ちょっと来てくれないかい。どうされました？旦那様紳士だな、随分。あ、そのブローチ買われたんですか？とてもよくお似合いですよ。そう、そのことなんだけど。はい、これ君にプレゼント。え？僕がつけてるこれと同じものだよ。裏に名前も彫ってもらってね。僕とお揃いだ、どうかな？受け取ってくれるかい？ありがとうございます、とても嬉しいです。でも受け取れません。気持ちは嬉しいんですが、私は単なるメイドですので。あなたからは髪飾りもこのお洋服もいただきましたけれど、それはドールを所有物として引き立てるものですし、私はドールとして一人暮らしの旦那様の補助をするだけですから。そんなお揃いだなんて、まるで何か特別な関係があるようではないですか。いいんじゃない、別にそういう風に旦那様がしたいなら。私のことはそうやって気になさらなくていいんですよ。別にドールが主人とお揃いのものをつけることは不自然ではないと思うんだけれど、もしかしてあれなのかな、アルベルトは、アルバートだっけ、アルバートはなんか嫁さんと娘を同時に亡くしたとかで、リズのことを娘か嫁さんかどっちかと重ねてたりすんのかな。変なところで頑固だね、君は。じゃあこのブローチに約束してくれないかい。僕は僕のまま受け入れてくれると、僕の言葉に答えてくれると。どうかこれを君に受け取ってほしい。なぜですか？どうしてそこまで私に構うんですか？ダメなの？むしろなぜって、だって君のことが大切だからね、リズ。リズ、融通聞かないタイプなのかな。どうした？旦那様について少し思い出しました。そうだ、最初の頃は私、旦那様と距離を取っていたんですけど、根気よく彼が私に話しかけてくれて、私を気にかけてくださったんです。恋じゃん。もう私、ドールは人間と節度ある距離を置くべきだと教わっていたので、なんだかそれが覆された気がしたんですよね。このブローチもその時いただいたものです。旦那様との大切な品です。私、ずっとこの中にしまっていたんですね。それはいい思い出だな。だがどうしてそんなに大切なものを宝箱に。宝箱の使い方が少し違うような気がするんだが。ブローチなら普段からつけるんだから、こう、物箱に入れていればいいんじゃないか。このブローチをつけたことはありません。宝物はね、宝箱に入れておくんです。こんな綺麗で大切なものは、その箱に入れてその日の始まりと終わりに少し見るだけでいいんです。あまり触っていると壊れてしまいかねますからね。この幸福の摂取は少しだけがちょうどよくて。そうなのか。変わってんな。それにしても話を聞く限り、お前の主人はお前を愛していたんだな。あ、そうなんですよ。嬉しいですよね。結構いろいろ手に入るな。だいぶもう過剰に愛されたのかな。過剰に愛されたことによって何か、これは、あ、なんだ、あ、それ私のです。旦那様と一緒に街に出た時に何冊か私に買ってくださって。リズのものばっかだな。仕掛け絵本見てるだけで楽しいから、私のお気に入りなんです。でもやっぱり壊れやすいですから、ずっとしまってあるんです。お前あれなんだな、大事なものは大事なものとして置いときたい人なんだ。恋人とかからネックレスとかもらったら一生つけられないタイプだな。中には仕掛け絵本などが入っている。これは、ああ、それ読んだね、さっき。そういうもんなんだな、可愛いものばかり。へえ、やっぱり女の子だな。やっぱりって何ですか。お前の容姿が可愛いから確認の言葉が出ただけだよ。いいな、お前に似合っている。え、そうですか、えへへ、可愛い。鏡は、ひび割れた鏡。結構何でも反応してくれんな。あ、これだな。これどういう意味なんだろうな。最初は私も意味がわからなかったんですけど、多分それ旦那様から私への危険通知だと思います。多分デストロイヤーから逃げろという意味で100年前戦争中に書かれたんでしょうね。なるほど。納得してねえな、なんかリズが。リズじゃねえわ。リズじゃなかったよ。エリーか。エリーが納得してねえな、なんか。この下の方も行けんのか。ここには用はないか。ここはリズだけの飛べれるんだもんね。よしよし。じゃあ、上、3階も行けんのか。あ、行けんのか。一番上から、俺こういう時って、こういう時っていうか、
なんかショッピングモールとかもそうだけど、一番上から調べたいタイプなんですよね。一番上行っていいですか？なんか順序があんのかな？もう、あ、一番上じゃねえ。階段登りまくってたら一番下まで戻ってきちゃった。こう行って、ここが一番上だな。とりあえず一番上から調べてみよう。なんかね、一番上からどんどん下に降りていきたいタイプなんですよね。これは？物がたくさんあるな。もしかしたら中に主人の物が隠れてるかもな。さ、探してみましょう。なんかあんのかな？ないですね。入ってるのは私が普段使う清掃用具とか日用品ばかりです。そうだな、他を当たってみようか。こうやって一つずつ探していくんだな。お、なんだ？煙突がある。そんだけか。周囲には森が広がってる。え、何この空間。煙突活用することあんのかな？将来的に。誰？わ、超怖いや。めちゃくちゃでっかい声出ちゃったわ。何こいつ。なんだ？どうしました？早く行きましょうよ。ああ。リズには見えてない俺の幻覚だろうか。気にしないようにしよう。え、やばくない？ねえ。助けて、助けて。彼女のことを助けてあげて。あ、お前、アルベルト、アルバートか。毎回間違えちゃうわ。え？いや、めちゃくちゃ、急にホラー展開だな。声でかくなっちまったわ。窓から外の景色が見える。目の前には森が広がっている。いい家に住んでんな。うわぁ、なんだ今の。ドキドキさせてくんじゃん。じゃあ調べてっか。気を取り直して、家事室。あれ、ここ開きませんね。壊そうか。あ、いえ、後回しにしましょうか。他の部屋もまだ調べてないです。そうだね。開かない部屋もあんだ。あれ、ここは調べられない。衣装部屋。衣装部屋？あれ、あ、ここも開かねえんだ。後回し部屋、え？なになに？キャッ！大丈夫か、リズ。なに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 ？はい、少し服が破れちゃいましたけど、足を引っ掛けただけで特に問題は、中身が出てるな。何の中身？うわ！え、何ですかこれ？赤い面。そこに座れ、俺が直してやる。え、ぬいぐるみみたいな感じなの？これ、どういうことなんですか？驚いちゃいました。最初は血かと思ったんですけど、私は人間ではないので、ありえませんし。面だと分かって安心しましたが、どうして赤なんでしょう？どうしてだろうな。道路はすべて内部には赤く染色された面が入っているんだ。別にだから何度というわけではない。その事実だけ。道路を作った奴の考えることは分からないが、人間の模倣ってやつなのかもな。道路は痛いも感じない。だから針と糸で修復するだけでなかったことにできるんだ。中には面の他にも、骨として硬い素材のボーンが入ってるんだけどな。まあそれも技術があれば直せる。ほら、できたぞ。わ、あっという間に治りました。服を元通りにしてくれて、すごいプロみたいですね。ふ、ありがとう。裁縫は得意なんだよ。こちらこそ、直してくれてありがとうございます、エディさん。ああ、じゃあ、捜索に戻ろう。なんだ、これ、なんか、関わってくんのか、この話が。造花は埃をかぶりがちだな。ピアノがあるな。時計の針は動いていない。このピアノ、もう音出ませんね。リズ、お前ピアノ弾けるのか？多少かじった程度ですが弾けますよ。前は時々旦那様に聞いてもらった気がします。へえ、俺も聞いてみたかったな。リズにめちゃくちゃ興味持ってない？なんか、妹に似てるとかそういう感じだったりすんの？え、なにここ？あ、そういうこと？なんか、大切に思ってくれてんな、やけに。おお、なんだここ。バルコニー的な？こんなとこあんだね。金持ちの家の仕組みはよくわからん。書斎。あれ、ここ開きませんね。え、どこから調べんだ？順番に調べれるんか？なんか、旦那様の部屋になんか、生まれてきてないか？生まれてくるってなんだ？こことかなんもねえんだ。あれ、もうなんか一通り全部行った気するけどな。なんもねえのか、じゃあ。一階に戻ってみるとするか。なんか、あれ、どこ行けんだ、これ。外になんか、出てきてたりはしないか。こっちに行く必要はありませんね。
なんだろう、どこに行けばいいんだろう。他なんか調べられる場所あんのかな。なんか取りこぼしてることがあるってことだよな。あー、なんかあるな。出てきてくれてるわ。セーブしとこ。そういえばエリーさんはどうしてデストロイヤーになったんですか。どうしてか。あ、いや、そのエリーさん、その仕事が好きではないみたいですから、不思議だなと。すいません、踏み込みすぎましたかね。ふ、そんなに慌てなくても。デストロイヤーになった理由は正直覚えていない。だが、それでも俺がこの仕事を続けるのは、そうだな、事故の存在確認のためとかかな。存在確認？ずっと生きていると自分が何者なのか、なぜここにいるのかがわからなくなってしまうだろう。この仕事をしているのはただ、これが俺にとって一番都合が良かっただけなんだ、多分。多分。悪い、あまり答えになっていなくて、正直その辺は俺もほったらかしているからよくわからないんだ。感性を保ってギリギリで生きている感じ。仕事をしているやつなんか大体そうじゃないか。え、そうなんですかね。お前はどうなんだ。メイドとしてこの家で働いて満足しているか。ああ、でも、リズは環境が全く違うから比較はできないな。お前かなりこの家の主人に愛されてるだろ。ふふ、そうですね。旦那様が優しいからこの仕事も楽しくできたというところもあります。あると思います。すいません、私もよく覚えてないので曖昧なんですが。でも満足はしていましたよ。そうか。そうだよな。仕事には満足していた方がいいよ。長く話しすぎたな。そろそろ別のところにも行くか。はい。別のところ？別のところとは？これちゃんと進んでんのかな、話自体は。別のところ、なんか行ける場所あんのか、他に。あー、なんかあれか、開かなかった扉を今から開けるってことなのかな。それでいいのかな。こっちからのが早いか。まあ、とりあえず詳細行ってみるとするか。入れんのかな。あ、あれ、どこだ。じゃあ別のところって、あ、こことか。結局開かないっすね。どこも開かない。あれ、別のところってどこ。外はもう暗い。そりゃそうだろうな。あ、もしかしてあれ、この地下かな。あれ、地下には行けない。あ、行けるわ。ここは用はないか。え、じゃあどこ行くんだろう。まあ、これは見たから、ちょっと、あ、そっかそっか、こうやって分かんなくなった時のこれか。大体の部屋を見て回ったな。そうですね。そろそろ2階の開かない部屋に行こうか。はい。あ、これがあったら、この会話をしたら、2階の開かない部屋を行けるってことか。オッケーオッケー。よーく分かったわ。じゃあ一番この上のとこから調べていくとするかな。あ、悪い。先に詳細を見に行ってもいいか。なんかあんの？ 100 年前の本が少し気になるんだ。なんだよ、お前ルート決まってんのかよ。先に言ってよ、じゃあ。行きたいとこあるなら言ってって。やっぱり飽きませんね。エリーさんに頼んでみましょう。ああ、そういうこと？ここで頼むってことね。エリーさんお願いします。ああ。すぐぶっ壊す。ありがとうございます。いいえ。いいの、これで。主人と思い出の大切な屋敷じゃないの？あ、なんか登れれば、ポジティブ心理学という本が入っている。ポジティブ心理学？年頃の女の子と仲良くなる方法という本が入ってる。仲良くなろうとしてんな、だいぶ。本が積まれてる。主人がリズと仲良くなるために買ったんじゃないか、もしかしたら。女の子は喜ぶ贈り物10選という本が入ってる。これ絶対ブローチとか出てくんじゃないの？ブローチとか髪飾りとかこの衣装とか出てくんじゃないの？主人頑張ってんな。これで解決、友達の作り方という本が入ってる。だいぶ友達いなかったってこと？相手から好かれる所作という本が入ってる。なるほどね。なんか愛とは何か。愛とは何か、面白いな。本が積まれている。まあこれを見るんだろうな。よし、行くか、じゃあ。奥に何かあるな。ドール購入時の注意点という冊子が挟まっている。ドールは人間の補助の役割をしています。用途に応じてドールを教育してください。あ、ドールって教育すんだ。その際、ドールにはあらかじめ自身はあくまで人間の補助目的の人形だと伝えてありますので、容易に取り扱いができるようになっています。ドールには自我があるゆえ、何か問題が発生する場合がございます。
基本的には主人に従属しますが、万が一反抗的な場合はバツバツへ連絡してください。調教した上送り返します。連絡先は怖っ。その後はペンで塗りつぶされたようで読むことができない。もしかして棺桶に入ってたのって、主人がリズを思うように結局できなくて、ここに連絡して、その調教してもらって帰ってきた状況が棺桶だったりすんのかな。で、なんか主人が、なんかその電源スイッチみたいなのを押さないまま死んじゃっていたから、寝て何かの拍子で起きたりしたのかな。ページの下に、乱雑な文字で彼女は生きてると書かれている。わ、そんなわけないわ。こんなこと書くやつがそんなことするわけない。浅はかな考察だったわ。生きている。ねえ。ドールは人工的に作られたものだ。だが彼らには人間のように自我がある。だから利便的に当たり前のように彼らに生きているという言葉を使うが。本当に大した言葉じゃないのにな。なんだなんだ。お前なんか闇が深いな。なんか思うことがあるなら言ってよ。あ、なんかあるな。ここは啓発書ばかりだな。収穫はなさそうだ。何を探していたんですか？歴史書、文化資料になるなら一応探しておこうと思って。ああ、なるほど。ん？なんだ？目の前の棚の隅には小説が入っている。あれ、珍しい。他の棚には啓発書ばかり入っていたの。これリズのか？あ、そうです。私の部屋にはもう入らないので入れてもらっていたんでしたね。私も本はたまにしか読みませんが、小説はいいですよね。作り物だからこそ、フィクションだからこそ、その世界観に浸れるというか。作り物？あ、そうはね。作り物のお前が言うんか、みたいなことを思ってんの今。ドールに自我があるのはもう当たり前として受け入れられているが。そもそもどうして自我があるんだろうな。ドールは人工的に作られたものだっていうのに。動物ではないのに不思議だよな。なあ、お前は考えたことがあるか？自分の存在が作り物なんだって。自分の感情が行動がすべて作られたもの。ふとした時に自分の存在が消えそうな。そんな感覚に陥ったことはないか？エリーももしかしてドールなの？やっぱり。え？あんまり考えたことはないですね。多分、一人だったらそんな考えが浮かぶんでしょうけど、私は旦那様と一緒でしたから。楽しい記憶しかまだ思い出してませんから、あまりうまく言えないですけど、作り物でもね、楽しかったり、嬉しかったりする感情に嘘はないと思いますよ。すいません。あまり答えになっていないですね。今でも隣にはエリーさんがいますからね。人がいれば私は大丈夫なんですよ。そうか、お前は、そうだよな。悪い変なことを聞いた。少しばかり感傷的になってしまったみたいだ。ああ、いえ、いいんですよ。なんか、仲良くやってけそうだけどな、この二人。じゃあ、他の二つの部屋行って、今日は終わりにしようかな。なんかあんま収穫なかったかな、もしかしたら今回。なんか動いた？動いてないか。じゃあ、エリーさんに頼んでみるとするか。エリーさんお願いします。了解。ありがとうございます。いいえ。お、ここが衣装部屋だもんね。服とかいっぱいあんだな。中にはリズの靴や小物が入っている。そんだけか、オッケーオッケー。ほこりかぶりがちだな、造花は。中身は空っぽだ。中身は空っぽだ。オッケーオッケー。空っぽだな。衣装部屋なのに洋服掛けがある。中にはリズの服。リズの服がこんなにいっぱい？これは？見てください、エリーさん。これ私の服ですよ。同じデザイン？違うか。なぜだかここは比較的当時の姿を保っていますね。服も傷んではいますが、あってよかったです。へえ、これらの服はすべてリズの。どれも可愛らしいな。いろいろな服を着られて楽しそうだ。はい。旦那様が用意してくれているのがほとんどなんですが、どれも可愛らしいですよね。そうそう。この服は自分で選んだんですよ。傷んでいますし、さすがにもう着れませんが、お気に入りなので残っていて嬉しいです。そうか、よかったな。なんだ？それにしてもいいな。どれもお前に似合っている。お前は可愛いな。どこからどう見ても可憐で。まるで愛されるために作られたドールのようで。少し羨ましい。え？ん？あ、悪い。口が滑った。違うんだ。今のは失言だから気にしないでくれ。え、何？何何？別に、タイはないんだ。俺、可愛いものが好きなんだ。俺もそういう服に憧れるし、可愛く着飾ったりもしたいんだが。女性か、お前。男の体である俺には、そんな可愛いものなんて似合わない。許されないんだ。別に女になりたいわけじゃないんだけどな。
ただ好きなものを好きなように扱いたいだけなの。この俺には男の体にはそんなものは似合わない。悪い、暗い話をしてしまった。ザレ事だ、忘れてくれ。どうした?急にバックボーン語ってくるな。好きなようにすりゃいいんじゃない?自分が好きなように生きていこうよ。外出用の服だ。可愛らしくデザインされている。別にいいと思うけどね。もう今のご時世。好きなもの着て、好きなように生きていきなよ。エリーさんお願いします。任せろ。お、毎回なんか言うこと違うな。ありがとうございます。いいえ。お、なんだなんだ。背後取られてるぞ、ずっと。あ、よかった。なんだ?エリーさんどうしました?鏡。え?あ、自分の顔あんま見たくないとか?悪い。俺外で待っててもいいか。少し気分が悪くて。え、あ、はい、わかりました。え、なんか怒る?これ。どうしたんでしょう?とりあえずこの部屋を調べてしまいましょう。え、何この展開。出れんの?エリーさんのことも心配ですが、先にこの部屋を調べましょう。オッケーオッケー。え、何?エリーさん、鏡を見て様子がおかしくなりましたよね。やっぱり苦手なんでしょうか?やっぱりってどういうこと?やっぱ自分自身を受け入れられないってこと?自分自身の今の存在を受け入れられないってことなのかな?どういうことなんだろう?自分がすごく嫌いなのかな?なんだろうね。こっちは完全に物置になっていますね。ここは私がよく仕事をしていた場所ですね。洗濯とかその他の雑務もここで座っていたんでしたっけ?よし、だいたい調べを終えたことですし、エリーさんのところに行きましょうか。心配ですしね。倒れてねえよな。心配だよ、本当に。まあ、とりあえずこれ、外出てエリーと会話して今日は終わるか、なんか怒るかもだしな。いなくなってたりはしないか。よし。わあ、ねえねえ、君。またか。またお前か。誰なんだお前は。どうして俺に話しかけてくる?僕は、アルバート、リズのことを助けてあげて。リズの主人か。わかってるよ。俺だってどうにかしたい。でも悪い。今はそれどころじゃない。まあ、リズじゃなくて、エリーもエリーでだいぶリズのこと考えてくれてるけどな。エリーさん、調べ終わりましたよ。大丈夫ですか?ああ、リズ、そうか。悪いな、一人で調べさせてしまって。いえ。その、エリーさんは鏡が苦手なんですか?まあ、少しな。嫌悪感があるんだ。さっき可愛い服を見たからそれが余計に。割り切っているつもりだったが、やっぱり無理だ。正面から自分の顔を見たくない。マスクをしている分、いくらかマシであるが、それでもちょっと。そうなんですか。そういえば、エリーさんは顔に。顔に傷があるからなんでしょうか?そんなに鏡を気にするのは。傷があるから顔を隠さなくてはならない。違うんじゃない?もしかしたら。なんだかもったいないですね。そんなに綺麗な顔していますのに。いやお前、マスク越しじゃわからないだろ。ああ、そうなんですけどね。マスクをしていても目元で本当に綺麗だってわかりますよ。本当かな?ねえ。この片目は義眼なんだよ。あ、そうなんだ。オッドアイとかじゃなかったんだ。え?髪で隠れてる方な。前のドール破壊の時にやられた。おそらくあまり覚えていないが。自分でこの義眼を選んだかどうかも思い出せないんだが、この目も相まって、俺は自分の顔が嫌いになった。まあこれも鏡に嫌悪感を抱く原因の一つではあるんだが、別に対してそれは重要じゃない。さっき俺は可愛いものが好きで可愛い格好をしたいって言っただろう。でも、俺はどうやったって男なんだ。可愛い服を着るのは許されない。俺が許さない。なるほどね。だから自分の顔は苦手なんだ。端麗に造形されたこの成人の男の顔が。朝起きて鏡を見るときも本当に嫌になるよ。ずっと暗い海の底に引きこもりたくなる。本当におかしい話だよな。男の俺が可愛いものを好んで自分の容姿に嫌悪感を抱いているなんて。いや別にいいと思うけどね。本当に笑えてくる。悪い、勝手にこんな話をして、こんなの気持ち悪いよな。俺のこと、軽蔑しただろ。そんなことないよ。あなたがそんなことを抱えているなんて、考えているなんて、思いもしませんでした。ずっとあなたのことは冷静で男らしくて頼りになる、そういう人間だと思っていました。でもそうですよね。みんな内側には何か持っているかはわかりませんから。見た目通りの完璧な人間なんているわけがないんですから。私、エリーさんとしばらく一緒にいて、あなたへの評価は変わったんですよ。
あなたは本当に優しい人なんだな。いや、言ってやれよ、それ。私、この人を助けたいです。でもどうしよう。なんて声をかければいいのかわかりません。旦那様なら何て言いますか？え？選択肢出てくるわけでもない。私、あなたと一緒にいられて本当に楽しいです。私はあなたに救われました。何か恩返しをしたいと思っているんですけれど。ふふ、その必要ないよ。お礼を言いたいのはこっちなんだからね。僕のことを受け入れてくれて、一緒にいてくれて、それだけで本当に幸せなんだ。受け入れてくれてってさっきから何回も使うけど、なんなの？お前なん、やっぱ友達とかだいぶできなかったから、あの友達の本とか買ってたし、本当にこうやって信頼関係結べる、もう人形だろうが人間だろうが、そういう相手が欲しかったってことなのかな。君は優しい。その心を僕だけではなく、誰かのために使ってくれないかい？君の救いを待っている人がきっといるよ。まさにだね、今。機会があればそうしたいとは考えていますか？でも私、わからないんです。そういう人に何と声をかければいいか。それ大体みんなわかんないよ。だってその人たちはずっと自身で悩みを抱えてきているんでしょう。しゃしゃり出てきた他人の言葉なんてむしろ迷惑ではないですか？君は大胆な子ではあるけれど、少し考えすぎる癖があるね。大丈夫、気を楽にしてごらん。僕だって君に救われている。人というものはね、自分へ向けられる好意のこもった言葉に救われるんだよ。いいこと言うね。たとえどんな言葉でもいいってことね。多少強引でも言葉にすることに意味がある。僕もね、君の存在で言葉で毎日が花のあるような日々になったんだ。改めてお礼を言うよ。ありがとう、リス。あ、いえ、お礼を言われるようなことは何もしていませんよ。私もあなたのことを愛していますからね。ふふ、そんな感じだよ。僕のことを毎日褒めてくれるし、笑いかけてくれるだろ。そうやって接してくれるのが一番なんだ。え、そうなんですか？それだけでいいんですか？あなたは私の言葉で救われているんですか？そうだよ、リズ。君が思った通りにしたいようにすればいいんだ。君はそれができる。だから安心していい。わあ、これを今から声かけてやんのかな、エリーに。君は優しくて行動力のある魅力的な女性なんだから。私にもこの人を救えるのでしょうか、エリーさん。そんなことはありませんよ。エリーさんはあまり自分のことを言わないので、突然のことで少し驚いちゃいましたが、可愛いものがお好きなんて素敵な趣味です。自分を可愛く着飾るのもいいんじゃありませんか。だから俺は自分の容姿が嫌いで、そんなこと許されない。許します。ああ、めちゃくちゃいいこと言うね。あなたが許さなくても私が許すからいいんですよ。問題はありません。そんな無茶苦茶な。好きなものに囲まれていると心が落ち着きますよね。あなたが自分のことを嫌いでも、これだけは忘れないでください。好きなものはあなたを否定していないんですよ。ずっとあなたを見守っています。なるほどね。エリーさん、私可愛いですよね。え、ああ、好きですよね。私のことが。うわ、強引だな。まあ、ならいいじゃありませんか。私が言ってるんですよ。あなたのことを許すって。リズ、言ってることがめちゃくちゃだぞ。それでも、いいんですよ、エリーさん。エリーさんはエリーさんじゃないですか。私の前では自分を否定せず、好きなものは好きでいて、胸を張って生きていていいんですよ。なんだそれ、本当に筋が通っていない。けど響いてんだろ。俺は自分の容姿が嫌いなんだって言っているだろ。自分の問題だ。人がどう思うかなんて関係はない。でも、少しだけ救われた気がするよ。ありがとうな、リズ。ああ、それと、あと一ついいですか？今度はなんだ？エリーさん、その髪、とっても素敵ですね。あなたが眠っている間に少しだけ触らせてもらいました。ふわふわしていて、ツヤもあって、毎日手入れをしているんでしょ？その髪、エリーさんによく似合っていますよ。俺も自分の髪はまだ好きなんだ。癖毛ではあるんだが、この色もお気に入りで、だから毎日欠かさずに。ああ悪い、本当に久しぶりだ、こんな褒めてもらえるなんて。ありがとう、リズ。本当に嬉しい。もう友情つうか、なんか、いいね。信頼関係が芽生えてんのかな。ふふ。どうしてお前はこうも。ああ、やっぱり。俺にこんなに優しくしてくれるドールは初めてだ。他のドールは俺がデストロイヤーだと分かればすぐに怯え俺を非難する。なぜだがドールは記憶がなくてもデストロイヤーへの恐怖の感情は残っているようで。これが仕事と言っても罵声を浴びされ、恨みのこもった目で見られるのはいい気分じゃない。
ああ、まずいな。こんな感情を抱いてしまうから、ドールとの過度な接触は NG と言われていたの。少し判断を間違えたのかもしれない。でも、それでもできればもう少しだけ彼女と一緒にいたい。まだ終わりにしたくはないな。これ、リズがめちゃくちゃ悪いやつだったらさ、もうお前丸め込まれてるぞ。というわけで、今回はこのぐらいにしときましょうかね。そろそろつうかもう1回2回と調べたんで、次3回調べんのかな。で、なんかエンディングっていうか、終わりに近づいているのかな。どうなんのか全然予想できないですね。最後どうなんだろうね。楽しみですね。てか普通にシナリオが面白いですね。こうやって壊しに来た相手なのに情が湧いてしまったりするのかな、もしかしたら。で、リズとエリーがどうなっていくのかとかもわかんないですしね、まだ。うわぁ、長々と語っちゃうわ、相変わらず。というわけで今回はこのくらいにしておきましょう。良ければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。それではまた次回。